事業を立ち上げようと考えていた山田は、早期に力をつけるために営業職としてソフトバンクグループの企業へ就職。4年間営業を学んだ後に、当時の東京ガールズコレクションが運営する通販サイト、ファッションウォーカー .com へ転職。倉庫勤務からのスタートだったが、その後本社への移動を経て社長室付きとして東京ガールズコレクションの運営に従事。着実にキャリアアップをしていく中で、山田にとって大きな転機が訪れる。 Facebook ってものが2011年、11年、12年に生まれて、フランス時代の仲間たちとつながって、彼らが今何やってんだっていう話をした時に、東京ガールズコレクションのリンク、 YouTube のリンクを送ったりいろいろした時に、彼らがお前それやりたかったことなのかって言われたっていうことは、やっぱり一つ僕の中での転機でした。で、同時にちょうど僕はその時に、あのファッションカーって会社がワールドに買収されるかされないかっていうすごい瀬戸際 で、まあ、結果的に買収されたんですけど、全部がワールドから来るっていうことになったんで、まあ、全部がちょうど切り替わるタイミングで僕も辞めますということで、2011年の10月に辞めて、でそこから3ヶ月後の2012年の1月に会社を作ったと。なので、まあ、友人から言われてハッとしたっていうこともあれば、あの同時に目の前にちょうど大きく転換期があったんで、そのタイミングでスパッと辞めて会社を作ったっていう、はい、大きな転換期を経て2012年にライフスタイルアクセントを設立。経営者としてのスタートを切ったのだが、創業当時はスタートすら切れていない状況だったと山田は振り返る。もう全く40も50も訪問しても誰も相手にしてくれなかったですし、田舎の道を僕はスーツ着て、その時工場回ってたんで、ある日あの町内放送が流れて、あのスーツを着た怪しい男性がこの町内を歩いてますね、皆さん気をつけてくださいって町内放送が流れたんですよ。周りこう田んぼを見回したら全員誰もスーツ着てる人いなくって、で僕工場訪問するたびにこうドアをパシャって鍵閉められたりピシャって閉められたりするわけですね。スタート自体が切れなかったですよね。2012年の1月に始めて半年経っても切れなかったですよね。自分が信じていたことが受け入れられない現実に一時は悩みもしたが、その中から学ぶことも多くあったという。むしろありがとうというべきは僕で、今もそうですけど、あの僕の夢にみんな付き合っていただいてるっていうことを、ある、まあ、夜行バスで移動中に思って、そこからすごく僕はマインド変わったし、今もそうなんですけど、あの正しさよりもやっぱ楽しさってすごい重要で、正しさの押し売りではなくって、やっぱりどうやれば彼らが楽しくなるんだろうかとか、あの僕がお世話になってる方なんで、なんかそれはすごい変わりましたね。